今回はちょっと有名なとある有名なアングラーさんをお呼びしております、はい、で今回ちょっと企画趣旨が明確になっているので、そのあたりの説明をさせてもらいながら来ていただければと思います、はい、じゃあゲストの萩原さんです。どうぞ。どうもおはようございます。でしたフィールドでした萩原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回萩原さんをお呼びして企画をやっていくというところで、はい、まあ萩原さんといえばショアジギング、はい、ショアジギングといえば萩原さん、もうショアジギングがもう萩原さんなんじゃないかと僕はみんな先に喉になっちゃってるからねで、まあ、今回ショアジギングを一緒にやっていきたいっていうところなんですけど、なんか見たところすごいタックルがめっちゃライト、ライトですよね、じゃないですか、うん、SLS、SLS スーパーライトショアジギング、はい、まあ通常のまあショアジギングであればだいたい30から60グラムぐらいかな、うん、うん、まあそれの下ですよね、うん、うん、まあ下5グラムからマックス30、だいたい平均で1520グラムぐらい、15、20、マジっすか。で、はい、まあこの秋口、はい、うん、秋口のそのシラス、まあマイクロベイトですね、うん、うん、そういうベイトについた魚、うん、うん、を拾っていこう。なるほど、うん、今回僕ら普通のショアジギング買ってるで。萩原さんは SLS タックル、はい、実際超過差が出るかどうかをちょっと検証してみたいと思っております。はい、はい、僕のタックルがサーフ用のロッド10フィートの MH ですね。マックスが 52g で、まあ、比較的こうライトショアジギングでよく使われるようなタックルのバランスになるんですけど、使うジグがメインが40ですね、なってます。ランウェイ SLS94、まあ、サーフなんかでやっぱ長さある程度あった方が釣りしやすいんで 9.4 フィートを選びました。でメインラインの方が 0.45 で、ショックリーダーの方がフロロの 2.55 で、今ついてるジグの方がまあ朝一ってことで、まあ広範囲拾って、まあ手早く拾っていきたいんで 30g でいきたいと思います。で日中日が上がってくれば 12g 前後ぐらいまで目いっぱい落とせるだけ落としていきたいと思います。P04 ですか。04です。マジっすか。はい。1.5。いやそもそもなんかね、我々 1.5、1.5 でしょ。ですね。多分見てる方も絶対思ってると思うんですよ。そのライトタックルで青物を釣る果たしてメリットがあるのかどうかっていうところが一番だと思うんで、でそれを今回ちょっと実調で、はい、コテンパンに我々を叩きのめしていただいて、はい、SLS のちょっと楽しさとメリット等々をやっていただければと思ってます。はいはい、僕も早く釣りがしたいんで行きましょうか。はい、早速。はい、誘い方的なものは、はい、そんなライトショアジギングとそこまで変わらない感じですか。そうですね。まあアクション自体は普通にライトショアジギングと変わらない。プラス、まあ SLS ライトがタックルになるでより繊細なこと。うん、例えば、まあ、ライトジギングで多分4分の1ピッチ、こんなんですよね、うん、こういう細かいジャークっていうのはなかなかやりづらいと思うんですよ。まあ正直手今94で手首だけで 15g で十分アクションくれていけるんで、これはやっぱシラス、ベイトがシラスになった時っていうのはイワシと違ってこう逃げる移動距離っていうのは短く細かくなるんですよね。その時のアクションに合わせるためにやっぱ4分の1ピッチぐらい、本当にゆっくりゆっくり、本当にあもうここに魚がいるっていう時があればリール巻かなくてこれでもいいです。これでこのスッと落としてあげる。なるべく移動距離を短くしてあげる。払ってなかったらごめんなさい今15のやつで。すいません。すいません。すいません、抜けました。中層ですか、当たったのは。あ、くっついてました。フグでした。玉です。あ、すいません。なんかさっきからもフォールキーでカツカツしてて、こいつらから下に行くかもしれないですよね。めちゃくちゃシール巻き散らしてますよ。すげえ空気抜けてる。おお。めっちゃ空気抜けてる。だから正直やたら釣れるんですよね。それが正直なんでかも正直わからず、俺うめえんじゃねえって思いつつやってたら、ただシルエットが小さい、うん、でラインが細いって言ったところで何してても食っちゃう状態だった。そこからまあ細いラインを出ました。なんかここフグじゃないです。これフグだったら多分2キロぐらいありますよ。多分ショボだと思います。ナイスサイズでしたね。フッキングの方もフロントで刺さってますね。うん。でも、まあ、シルエットが小さいんで、ほぼほぼ多分丸飲みした状態だと思うんですよね。大きめ100メーターぐらいまでキャストして、で、2回目のしゃくりぐらいですよね。の中層ぐらいで。一回フォールついてなんかコツって当たったなと思って、絡みついてんなと思って、そのままフォールしてたら、食ってきました。イエーイ、行きました。イエーイ。いただきました。で、ファイト、うん、見ててもらったとわかるんですけど、0.45 でも十分あのサイズ。うん。まあ、サーフとか堤防。これがまた磯だったらまたちょっと根に突っ込む魚なんで、湘南なんかは。ちょっときつくなる場合もあるんですけど、堤防やサーフであれば十分、うん、勝負になります。で、自分のファイト見ててもらって多分わかると思うんですけど、竿を絶対寝かせない。しっかり立てておけば、竿がこう、勝手に仕事してくれるんですよ。これ寝かせてしまったりすると、こういう感じになっちゃうんですけど、しっかり立てておけば、竿がティップからもうベリーバットあたりまでグッと入って、そこで魚をいなしてくれる。こういった魚、ドラグだけでなく、竿の反発力っていうんですか、柔軟性を生かしたファイトをしていけば 0.45 でも十分、あのぐらいのサイズは問題なく上がってきます。釣果も出しやすく、引きも楽しめる。あれ、これがスーパーライトショアジギングですよ。あのローテーションがやっぱこう、いやほんとね、あの差を感じるんですよ。ショアジギングの差というか、萩原さんという人と我々の差を感じてるのと同時に、で動きがすごい繊細なんですよね。見てると自分の動かし方とか、あれはねちょっと我々じゃできないですよ。この多分タックルのバランスもあると思うし、でこれ僕 45g なんですけど、これよりも30g の方が、萩原さんの30の方が余裕で飛んでるんですよ。で、それでゆっくり落として、で、ゆっくり丁寧に誘って食わせるっていうことを、沖でやられちゃってるんで、もう勝てんでしょうって思ってきてはいるけども、頑張ります。いいかなあ、やっぱフグだ。あ、フグじゃない。あ、フグだ。やばい、そう取らないで。やっちまいました、またフグです。フグって感じですね。ピヨピヨしてる。君らはフグも当たらん。僕らは今のところ葉っぱしか釣ってないです。釣りきらんと。でも一応このサイズでも。そうだ、今投げて目いっぱいフルキャストしたところのフォール中なんで、多分100メーターぐらい。なんだ。うん。でもしっかり当たり取れてくる。ああ。さすがだな。当たりが。ちょっとなんかタックルがね。そう。ね。変えたい。何釣れますか？フグですわ。萩原さんにちょっと使わせてもらった。萩原さんタックル、萩原さんタックルでやらせていただきました。いただきました。返されてきました。そうですね、 LS で返されてきました。SLS 結局ね LS はやっぱダメちょっとね、今日はちょっと違ったかもしれないですね。いやー、悔しいけどめっちゃ面白い本当にマジで面白い。お疲れ様でした。今回スーパーライトショアジギング SLS とライトショアジギング、果たしてどっちが釣れるのかっていうところで、まあちょっと検証してみた結果、誠に情けない結果と私どもがご覧の通り惨敗でございます。いや本当に今日もものすごく渋い。そうですね、まあもうちょっとこう魚浮いてくれる状態があるかなと思ったんですけど、なかなか魚も浮かず、でその状況でやっぱり小さなメタルジグで細いラインを使ってこう緻密にレンジを刻んで誘っていくって萩原さんの、まあ、釣り方がすごくマッチをして、はい、でいいカンパチと、まあ、ちょっとフライング気味でフライングですねカメラが回る前に気づいたら釣ってるっていう沸かしがあったっていうところで、まあ、ここはもう SLS の完全な強みが生きた兆候だったんじゃないかなと思うんです。全然当たらなくて。で、V に残るかわからないんですけど、ロットを借りてやったらもうすぐにね、バイトが得られて、なんでこんなに違うのってわかんないんですけどね。あれはやっぱりベイトなんですかね。ホールの速度。もうベイトホールの速度、あとその手元に感じる道具タックルの軽さですよね。ああ、そうですね。軽さ、まあ細いラインを使って。で軽いロット、感度のいいロット、感度ですね。それはすごく感じました。それで感じてもらえると思います。SLS いかがでしょうか、萩原さん。SLS、まあこれがまあね、ロットできてまだ数年、そういう釣りがこう出始めて、やっとこうみんながこう楽しみ出してくれた釣りだと思うんで、まあこれからどんどん進化していくと思うんですよね。でどんどんターゲットも広がり、でより細いラインでより軽いタックルなんか進化していけば面白いんじゃないかなと思います。新しい釣りの可能性十分ありますね。はい。ビーって言ってますね。なんだあれは。俺結構いいこと言ったつもりだったんですけどね。ビーしてそこがアウトです。完全にアウト。はい。ちょっとそろそろ足がしびれてきたんでごめんなさい、ちょっとね。はい。我々反省の気持ちを込めて萩原さんにちょっとこうね失礼な言い方。かけてしまったような形でしたけど、でも本当に僕らとしても新しい釣りの可能性が見えたというか楽しめたので、まあ、皆さんもぜひ SLS やってみてください。はい、はい、以上釣り学研修部と萩原でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。